カマキリ、テノデラアーリーディコリアは、カマキリメカマキリ科の昆虫。日本のほぼ全域に生息するほか、台湾、中国、東南アジアにも分布する。体長オス68から92ミリメートル、メス77から95ミリメートル。全元節気部間は淡褐色で、講師は紫褐色となる個体が多い。全体的に緑系の体色個体が多いが、 茶系統の体色を持つ個体も存在する。南方へ行くほど大型化する傾向が強く、公表高チや北海道産は小型で100ミリメートルに達することはないが、九州産の個体は大きく、オスでもメスに負けない体調と大きさになることがある。朝鮮カマキリとの違いは大きさや羽の模様なほか、胸部の前足の付け根部分に黄色い点があるのも見分け方。 九州では3月、近畿や関東圏では4月頃に、卵症から孵化し、活動を始める。この際は200匹ほどの幼虫が全幼虫と言われる、形で誕生し、生まれてすぐに脱皮を行い、一般的なカマキリの形状へと変化する。幼虫時より肉食であり、共食いをすることも多い。幼虫は、数度の脱皮を行いながら成長し、成長具合に応じて、 バッタ等の生きた昆虫を捕食する。自然界において一つの卵小から孵化した幼虫の内無事に成虫にまで成長できる個体はに3匹とも言われる。本種は日当たりの良い環境を好むため、主な活動は昼間に行われる。生息地域は主に草地であり、瓦の高い草にも多く生息している。捕食対象である蝶や蜂を狙って、 花の影に身を潜めていることも多い。またオスは外灯などの灯火にも飛来し、メスも外灯に集まる昆虫目当てに来ることがある。夜間に活動する際は目が黒く変色する。これはより光を多く取り込むためであり、猫の動向の変化に近い。オスはメスに比べて痩せ型で、色合いが頭部から羽までがほぼ茶色。羽の左右両端が薄緑になっている体色がほとんどで、 メスはそういう体色のほか、すべて緑、もしくはすべて茶色か、茶色の体色に、緑の羽が混じるという4ケースに分けられ、オスは、メスほどの体色変異はない。また、オスはメスを探して徘徊するためか、細身の体を活かして飛翔するものの、飛翔よりは、ある意味滑空に近く、目標にした場所に飛び移るような形で移動する。そのため、 積極的に獲物を捕らえるメスほど活発な捕食行動は見られない。メスは腹部に卵を抱えているために腹部が肥大化しているように見えるので、オスとの区別は容易である。また、体が太く腹部が重いためにオスほど身軽ではないメスは、オスのような飛翔行動はほとんど見られず、羽はもっぱら外敵への威嚇行動に使われる程度である。 成虫の活動期間は8月から10月前後であり、透明な個体は12月まで生息するケースもある。なお、交尾後のメスがオスを捕食するケースが一般的によく知られているが、これは自然下において必ずしも発生する事態ではない。この場面がよく観察できるのは主にケース内で本種を飼育した場合であり、これはオスの逃げ場がないことが原因で発生する。自然下での こうした場面はむしろ交尾中に、メスがオスを捕食するケースで発生するパターンが多い。またメスはオスに限らず、タシカマキリや、同種のメスをも、獲物と認識して争い、捕食してしまうことがある。交尾を済ませたメスは、植物の枝に200個ほどの卵が入った包丁の卵小を産みつけるが、それを一つだけではなく、各所に何個かに分けて産み分ける。 これは前述した幼虫たちの生存率の低さに、加えて、卵小を食い荒らすカマキリ卵カツオブシムシや、卵小内の卵を食べるオナガアシブトコバチといった、天敵への対象だと思われる。卵小は、数時間で茶色く硬くなった後、保温性と対衝撃性、防寒性に優れた効用を保つようになる。産卵を済ませたメスは、腹部が急速に小さくなり、 このような産卵を数度にわたり繰り返して、最後を迎える。本種は、カマキリの中でも大型種であり、捕食対象は、アゲハチョウやセミ、キリギリス、トノサマバッタ、トンボなどの大型昆虫から、時に、アマガエルやトカゲまで捕食し、スズメ等の小型鳥類、ネズミ等の小型哺乳類をも仕留めた記録がある。また草地だけでなく、森林にも出没し、 樹液に集まる昆虫を狙って樹上に登ることがある。反面、本種の天敵としてカラスやモズなどの野鳥、サルクマキツネ、タヌキ、イタチといった各種哺乳類、ヘビ、ヒキガエル等が挙げられる。本種の成虫を捕食する、節足動物にスズメバチ、大型のムカで、大型の草毛性クモ等が挙げられるが、これらの節足動物とは、捕食。 食双方の記録が存在する幼虫時代においては、初夏から秋口に発生するキリギリス、クモ等地表性のあらゆる肉食昆虫が天敵に当たるが、霊数が進むにつれて対応する天敵は大型化し、また多様性は少なくなる。修霊に近い幼虫においての天敵は、成虫とほとんど変わらないが、やぶきりと生息時期が重なっていることがあり、 その際には捕食されることがある。また、針金虫に寄生されるなどして、水辺に近づいた場合には、サワガニやコイブラックバスなどが餌にすることもある。鎌を構えた姿が人間が手を合わせている姿と似ているため、別名、オガミム虫とも言われ、英名でも、プレイングマンティスと呼ばれている。本種は田畑を食い荒らす稲子やバタ、カメムシやコオロギ、 キャベツ等につく青虫らを捕食し、幼虫時にもアブラムシやアリを捕食するため人間にとって液虫とみなされるケースが多い。反面、養蜂家にとってはミツバチを捕食されるケースがあるので、害虫となる側面も一部持つ。本種の縄張りは広くなく、一箇所に定着することも多いため、ガーデニングの害虫駆除の一環として、本種を放し飼いにする方法がある。 ありがとうございます。